ユナサポの中ではデヘイ派とディーノ派で分かれてますが、二、うん、人はデヘイ派残すべきだと思いますか。ディーノってディーヘンダソン。ディーヘンダソン。あ、今どこ行ってんだっけ。あれどっか行ってたよね。あそこです。ノティガフォレスト行ったんですけど怪我しました。じゃあライッキー戻ってくるけどって、はいはい、こういう時って大体年俸高かったり金かかってるの使われるよね。まあでディーヘンダソンは僕いい選手だと思うんですけど、うん、多分ちょっと自尊心が強すぎるところがある。あ、そうなの。っていうかそんなエピソードあるの。いや俺はもうデヘアより上だとか言っちゃう。友達とかに言ってそれがリークされたりとか恥ずかしい恥ずかしいだけ一番気まずいやつじゃんそれ。とかフォレス行った後、うん、ちょっと不満漏らしちゃったりとか、結構やっぱセカンドに置いときたいんですよ。なんか、うん、デヘアはそのコンディション崩すとすぐ悪くなるから、うん、本当はローテーションしたいと思うんですよ、うん、監督の、はいはいはい、あの心境、うん、でもやっぱセカンドのメンタリティじゃないんで、うん、ついついなんか言っちゃうんで、はいはい、じゃあどっち残すってなると、うん、まあ総合力で言うとやっぱまあ前監督が選んでる通りがまあデヘアなのかなっていうところもあって、うん、どっちもさ俺シュートストップ型のキーパーのイメージだから、はいはい、そこはね細かく言語化俺もディーン・ヘンダーソンの方覚えてないからあんまできないんだよね。ディーン・ヘンダーソンはなんかそう勇気があります。ほう、そこ縦パス狙うんだとか。あ、そっちは攻撃面の勇気。攻撃面。まあ、私も、なんていうか、セービングのところも、うん、まあ、ギリ、その、体張るっていう意味ではもちろん勇気のある選手なんですけど、うん、なんかちょっとピックフォードに近いっていうか、うん、お前そこ狙える大丈夫みたいな、ちょっと不安になっちゃう方が、どっちかっていう方が強くて。いや、笠原君言ってること合ってるね。そんなの本当の友達じゃないって。そうよ、リークしてたら。友達にぐらい言わしてやれっていう。わかるわ。俺もだって絶対俺負けてても、いや俺の方がかっこいいと思うとか嫁さんには言いたいな。多分全体的に爪甘いんですかね。なんか妙に悪いですよ、ね、でも言ってもみんなサッカーが上手い若者だからね。それは人間としても数億円もらえる人ってわけではないから、サッカーとかタレントとしての価値に払ってるわけだから。難しいところですけど、そこの2択は、うん、僕もゴールキーパーの専門なんていうか知識が豊富なわけじゃない、どっちも上から決めかねるんですけど、うん、まあ、今のところデヘアなのかなぐらい、うん、まあ、でまあそれもちろんデヘアが給料ダウンに応じる前提ですけど、うん、エデルソンしっかりクルトワしっかりキーパー頭の上にぶっ飛んでる方がいいと、いやその本当思ってて、うん、てかね結構選手全体結構そういうところあって、うん、だからあの今日うちのキーパーに、うん、あのミス連発した時にごめんごめんって言ってたから、うん、いやごめん禁止っつって、もう、うん、ごめん言うなっつって、ごめん1回分のコーチング失うし言ってもしょうがないですからね。そうそう。で、ごめんって反射的に出ちゃうんだけど、うん、クルトワとかラムズデール、ごめんって言ってる絵見えるかっつって。でもごめんやめるとこから始めようっつって。うん、マジごめんなっつって書いてて。マージサイドダービーで自分のミスで、ま、アディショナルタイムのミスで 0-1 で負けた試合の後に俺は悪くないって言えるメンタル。でもそれマジで重要だと思う、キーパーに関しては。この間ピックフォード最高だったよね。いや、なんか本当、なんかすごい強い気持ちがあるから、それこそ、こうなんかプレイスタイルによく現れてるというか、うん、ジャイさんに、あのウィナーズのゴールキーパーのジャイさんに、うん、ピックフォードのなんかドタバタしてるようなあのセービングあれ、なんか何がああいうふうに、要はそのドタバタしてるような印象を僕らに受けさせてるんですかっていう質問をしたら、うん、あれ多分完全に決め打ちで飛んでるっていう。あ、やっぱそうなんだ。決め打ちで飛んでるから、逆突かれたりするとドタバタする。はいはいはい。だから要はもう、自信がないとできないプレーじゃないですか、決め打ちで。いやー、だ俺ピックフォード見ててさ、立ち位置変なとこ多いから、ニアむっちゃ空いてんなとか。だからもう決め打ちらしいです。俺なんならレベル高いキーパーで、立ち位置が、俺が見てて、うん、って思うの、ピックフォードぐらいなんだよ。うん、いや、あれも本当に、なんかその、基本的なところはできてないことがあるけど、うん、でもその決め打ちがもう当たるときはとことん当たるし。そうなんだよね。特に大舞台で当たったりするんで、なんか、まあ、あんまり誰も文句言えないみたいな。まあちょっと、うん、まあある種現代的ではない面白いキーパーです。なんであんな軸足グラグラかも聞いといて。わかりました、聞いておきます。軸足こんなになってるけど、ボール飛んでるとき、あれどういうシンプルパワーかっていう。あれ、蹴り。ああいうやっぱ、語りがいある選手っていいよね。いや、面白いですよ。キャラか。キャラ大事よな。キャラが立った選手が良くも悪くも減ってきてるんで、なんかちゃんとしてる選手が増えてる。